こんなこと聞くのあれだけど、うん、まだお正月もお年玉あっただろうね。ん？まだお正月にもらったお金はまだ持っとっとだろうって言った。あるよ。あれ誰よかけど。よかった。まだあるとね。え、なんでそんなん聞くん？いやいや、なんでそんなん聞くんで。あるとねって聞きよっとだけ。あるよって言ったでしょ。あるとでしょ。まあ、あるよ。よかった。もうなくなったけん、ちょっとお小遣いちょうだいとか言われるならドギャンしようかなと思ったけど、まだあるってひろちゃんから聞いて安心しました。お母さんは何なんその感じ。いやいや、ね、あやはもらっとっただけどね。そりゃまだ2月でね、なくなることはなかろうと思って聞いただけ。あるならよかです。もうそれだけで安心。ひろちゃんからあるっていう言葉聞いただけで、ああよかったって。お金なくなったけお小遣いちょうだいって言われないと思うと安心と思ってちょっと聞いただけです。何やそんな聞く。変やでて。何でも知っとっとだけどね、お母さんは。え、何？何？なんでそんなこと言うの？何でも知ってんねんねって。え？なんでそこ引っかかるわけ？あるんでしょ？お年玉にもらったお金はまだあるんでしょ？なら言いたい？あるって言われたけど。違う違う、そんな感じ変やん、お母さん。なん？なんその感じ。いやいや、まさかあるって言うと思わんかったっけ。あるって言ったけ、あ、じゃあよかったって安心しただけ。お母さんはないと思っとったけ、もうひろちゃんはお年玉のお金もうないんだっててっきり思っとったけね。聞いてみたったい。あるんでしょ、言ったでしょ、自分であるってね。あるでいいんだよね。ね、まあ、じゃあなんでわざわざお年玉のお金まだあるのにお父さんにちょっとお金ちょうだいって、ちょっとお小遣いくれへんって言ったわけ。え？え？え、なんでそれ知ってんの？なんでそれ知ってんのって。それは夫婦だからです。お父さんとお母さんは、お父さんとお母さんはね、夫婦ですから。子供のことは子供の情報、子供がやることは共有してますから。マジかよ。でも言ったんでしょ、お父さんに。ちょっとお小遣い少しでいいから。いやもう言ったんでしょ。おかしいよね、お年玉まだあるのになんでそんなことをお父さんに言うんでしょう。なんて言うのよ、お父さん。そこは男と男の約束やろ。おいひろちゃん、何？男と男の約束はそこで使わんでね。ただあんたがお小遣いちょっとちょうだいって言っただけでしょ。言ったと、これ絶対お父さんには内緒にしてとか言ったと。お父さんに、いやでも分かんやんそこは。ごめんひろちゃん、くっきょめ。いやいや、それはお父さんもね、それは男と男の約束とか男同士の秘密だったらね、多分言わさんと思う。だってね、お金のことだけね。それちょっと誰とかとちょっと喧嘩してくるとか、お母さんに言わんとってとかね。そら
男同士の話ならお母さんわからんね。でもそれはお金ばねちょうだいってね、言った話が男同士と約束とはお父さんは思ってらっしゃるだけお母さんに言わしたんじゃないと。おいって今日ヒロドギャンなっとってやって言わしたっけ。なんでって聞いたらなんかちょっとお小遣いいくらかくれへんって言うてきたけん、あいつは お年玉もらってもう使ってしまったとかって、それとも前お前がまた今年も預かっとっとかいくらかって言わしたけん、いいえって今年は牛深のじいちゃんばあちゃん家に行ってないけんね、牛深の親戚たちからお年玉もらえとらんけんね、もうこっちだけの親戚の集まりでしかもらっとらんけん今年は預かりませんって言って、ひろちゃんが全額管理してますよって、お母さんは1円も預かってませんよってお父さんに言ったとこだったったい。そしたら何やあいつは何使ったっつやって言わしたっけ、そらお母さんも知らんって。でもお母さんはいくらもらったって知っとるでしょ、あんたがお年玉いくらもらったかね、だけその金額が全部なくなったって、だけまたちょうだいって言ったら怒られると思ったけあんたはお父さんに聞いたんでしょね。言うとこだってね、今年の正月ね、親戚の集まりお父さんは仕事でおらんかったけど、いくらあなたがもらったかなんてしっかりお母さんからちゃんとお父さんにも伝えてます、情報共有してますよ。もう別に言うんでいいことやん。なんでね、言わなったお金のことは、あそこの家からいくらもらった、あそこの家からいくらもらったって。そしたらこっちもね、じゃあ向こうの孫さんに会ったらいくらやろうかとかね、親戚に会ったらいくらやろうかって、そりゃ相談もせなんけ、そりゃいろいろあっとったよ、大人同士親同士も知らんことするわ。だけど多分お父さんもなんですぎゃもらっとっとに、まだ2月のね半ばね、お小遣いちょうだいなんか言うてきたんやって、そこはすぐなくなるもんかねって言わしたけど、なくなるわけなかろってね、まあ、あとは無駄遣いしたんじゃないと、なんか物に使ったんじゃないとって言って話終わらせたけど、でもよかったお母さん言ったよね、お金ありますって、その言葉信じますね、お父さんの言葉じゃなくてひろちゃんの言葉信じますだけあるんでしょ、言ったよね、まだお年玉お金残っとるねって言ったら、え、あるよって言ったよね、だけどよかった、だけどあと何ヶ月、2、3ヶ月は大丈夫よね、絶対ね。ちょっと話変わってくれる、これは。ね。何も知らんと思うとだろ、お父さんは。ちゃんと共有してます、家族の会話は。ね。いいとね。そのあれ。なん。その、正直に言ったらいい？今から。は？今から正直に言ったらじゃあいい？何をいいって。そのなんかあるとか言ってもてとか。は？残ってるとか言ってもてた。いやいやいや聞かんでよかお母さん。もうあるっていう言葉信じるけ。いや違う。なんで正直にじゃあ嘘ついたとかあんた。で嘘とかじゃなくてそのなんで？だけどお母さんお金はまだあるけどお父さんにもうちょっともらいたいと思って。言ったと思っとるけん、亡くなったけん言ったと思ってません。でももらったんでしょお父さんから1000円、俺もすげえ持ってらんぞっつって、まあ、1000円はやるばってんがもうあとはお母さんに聞けて、なんで学まで言うのとね、言うときますけどお父さんもそんな持ってませんからね、ね、お金の管理は私がしてますからね、そらお父さんに聞けて言うよ大事な話のときは。でもねお金の管理してお財布からお金出すのは私ですね。そらお父さんがへそくりいくら持っとるかね、そらギャンブルで勝った負けたとかいちいち聞かんけ知らんけどね。でもねお小遣いすりやってますんでお父さんもそんな持ってませんよ。だからもしひろちゃんにお小遣いやろうとしたらね、結局私がお父さんにあげてあなたにあげる形になりますから、バレますからね、ね、言うときますけど、あと正直に言ったからって私はお小遣いあげませんよ。ね。そりゃそうだろか。何言ったあんた。ね。じゃあ一個だけチャンスやろか、あんたに。ね。
まずお正月もらったお年玉のお金は全部使ってしまっただろうがって聞いとったさ。まずそこに正直に答えてごらん。まあそのまあそのとかいらんとだよ。使っただろうがだけはいか言えたらだよ。まあそのとかいやとかいらん、そんな言葉。まあその使いました、うん、だろ、はい、でよかったよ。あぎゃーん、たくさんの金額がこの金額で使えたんでしょ、この短期間で。ね、それは楽しかったらね、それは使ってしまったら泣いた。その泣き期間の我慢する期間も大事だろ、あんた、うん、ね、それでなんで亡くなったからお金くださいって。甘かった、あんた考えが。でもそんな変なの使ってるの知らんよ、ちゃんと。じゃああんた一回出してごらん、ね、あんたがお年玉もらったね、もらった金額でこれにいくら使って、これにいくら使って、これにいくら使って、これにいくら使ってなくなりましたっていう詳細は出してごらん。いや、それは見てお母さんが、あ、これに使ったんだったらもうしょうがないって、あ、これに変えたならしょうがないって言うんだったらね、いくらかやろうってやるから。ばって、なんでこのお金はって、なんでこれ合わんと、これじゃ合計金額が合わんばいって。いや、その細かい覚えてるわけないやん、ね、細かいところは覚えてらんで、そりゃジュース買ったとか、そりゃコンビニでいくら使ったなんか書かんでよか。あかん、大金がすぎやん、すぐなくならんもん、コンビニとかで。だけど何の服買ったのか、どこどこのゲームセンターなのか、何したのか、全部詳細出してごらんって。胸張って無駄遣いしとらんって言えるなら、お母さんも少しなってやろうか。待って、分かっとっと、ね、あんたのことだけ。甘くないよ、すぎやん、あんた。そのもらった金額は確かにね、お母さん預かってらんけ、あんたのお金だ、好きに使っていいって、自由に使っていいって。その代わりそれがなくなったけん、いくらくださいって、おかしかろって。亡くなったらその次のお小遣いまで我慢する、そういうのが覚えなさい、あんたも。そりゃあすぐ亡くなるかね。どうすっと、ね、詳細を教えるならそこら辺の紙に書いて、ね、いや全部覚えてないもんだから。覚えてらんとでしょってことは言いたくないとでしょ、お母さんに。いや別に、ね、だったら諦めてください、次の、ね、お小遣いまで、ね、今月の今年のお年玉はお母さん預かってませんからね、わかりました。あなたがどれだけ使ったか、その詳細書く以外なんかないの？無理。ありません。